皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック。弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。スシローテロの件で、ボトルなどをペロペロ舐めたペロ君に対しては、高額な損害賠償請求。それをスシローがするだろうという話を前回させていただきました。で、その件に関連して、仮に今後、ペロ君が破産をしたとしても、スシローからの損害賠償請求は受けるという意味で、 スシローテロの件でペロ君は破産できないんだという報道ニュース、SNS へのツイートなどがなされました。しかし、これは不正確です。結論としてスシローからの損害賠償請求は、仮にペロ君が破産の手続きをしたとしても払わなければなくなるでしょう。しかし、 破産できないわけではないんです。そこのところが微妙な言葉の使い方が SNS などではちょっと間違っているところがあったので、今回は改めて破産っていうものはどういった手続きなのかというところを皆さんにご理解いただいて、今言っていた件、破産はできるけれども、ペロ君は素性からの賠償を払わなければならない、払い続けなければならないということについてまるっと解説させていただきたいと思います。 まず破産をしろということですけれども、破産の手続きというのは2つのステップを踏むことになります。1つ目が破産、そして2つ目が面積という手続きです。で、この2つが通常はセットになっています。まあ、会社の場合にはこの面積という手続きはないですけれども、個人の場合にはこの面積という手続きがあります。で、これは何なのかということなんですけど、そもそも破産というのは何なのかって話なんですが、破産は裁判所が、この人は、 債務超過ですと。自分の持っている資産とかは、まあ、弁済能力に比べて債務が圧倒的に多いよということ。もしくは、払えませんと。支払い停止になってますというような支払い不能。そういった状態にありますよと宣言すること。宣告することが破産です。だから、破産って言ったところで、単にこの人はもう返せません。払えませんです。と。払えませんよと宣告するだけなので、ペロ君に対しての破産は宣告できるわけです。ペロ君はお金払えませんと。 それを宣告するだけならできるんですが、それだけじゃ結局破産の手続きをした意味はないと。通常破産というのはこの面積。要はチャラにできるかどうかというところが大事。チャラにするためにこの破産の手続きを踏むのが普通です。ですので、ペロ君の件に関しては、破産はできるわけです。裁判所はこの人は結局スシローからの損害賠償請求払えませんよという状態になれば、破産状態なのは明らかになると。ただし、 ペロ君を免責要はそのスシローからの損害賠償請求をチャラにしていいんですかというここがメインの、まあ、心理の対象になりますと。これがないとい無意味なので結局ペロ君がスシローから賠償請求を受けました。判決が確定しました。払えませんってなったって破産状態だけど免責されませんってなったら意味無意味だというところで今回は話題になっているのは免責ができないという意味です。 なので報道を言い換えるんだったらペロ君は破産で,いいでは次にじゃあどういった場合に面積にならないのかというところなんですけれどもそもそもの問題としてこの面積についても2つの問題があってまず1つそもそもの問題として面積ができないという場合がある。 そして2つ目の問題として面積にはなるんだけれどもこの債権この権利についてだけは裁判所の手続きを通じてもチャラにはならないとは、まあ、全体としてこの人およそ面積できませんっていう判断と面積はできるんだけどこの債権だけは残るよっていうこの2つがあります。 ですので、ステップ的には面積できるかどうかは、そもそも面積不許可自由。要は、そもそもその人を面積していいのかというような自由の判断。そして、その後に面積になったとしても、これは残るの、残らないのという個別の債権の判断が待っています。 でまずその大枠の問題として面積不許可自由要はこの人全体をチャラにしちゃずるいだろうというのはどういう場合が法律を定めているかというところなんですがまあ簡単に言うとこれらになります。破産のおせをした際に財産を隠していると財産を隠して海外とかに逃がしときながら僕は返せませんって言ってチャラにしてしまったら全体をチャラにしてしまったらずるいですよねというところになるので財産を隠そうした場合が面積不許可自由になります。 あとは、一部の債権者にだけ、まあ、支払ったりとか担保を提供するというのは、変革弁済とか、偏波行為と言われるやつですね。一部の債権者にだけずる、特定の人に対してずるをやったら、それは、他と他の人との関係で全体チャレンジしたらダメですよね、というような話になると。で、あとよく、その、破産7年できませんって言ってるのは、ここなんですけれども、面積不許可自由の一つとして、過去7年以内に面積の申し立てをしているということがある。で、よく、破産面積,面積の不許可自由で問題なのは、これですね。 浪費がある場合とか、ギャンブルをしている場合、その場合には典型的な面積不可が自由です。借金を作った原因が、例えば海外旅行をしまくった、もうビトン、シャネル、プラダを買いまくった、もしくはパチンコとか競艇競馬をやりまくって借金が膨らんじゃったよというような場合には、 面積服が自由に該当するということになって、そもそも面積は認められない可能性があるということになります。まあ他にも細かいのあるんですけれども、大体まあこんな感じなんだなと。要はチャルにしたらずるいんだな、こういう場合はというところを、マ、ま、ヨ、あ、さんには知っておいていただけたらと思います。ただし実際問題、僕も破産完済にありますけれども、破産者の人が浪費しまくってるとか、例えば高額な布団買いまくってるとか、あとはギャンブルせた、まあ、パチンコやってる、スロットやってるという人っては結構います。 ですけれども、じゃあそういった人のリスタートを認めなかったら、多くのケースで破産って認めてる意味あるんですかって話になるので、法律上はこの浪費などがあって面積を含むか自由はあります。だけれども、今回はちゃんと反省してるし、もうギャンブルやらないということで誓ってるし、ちゃんと仕事にもついてるしというところもろもろ考えて、今回限り、 特別に面積不可自由はあるけれども面積しましょうというのはこの再利用面積と言われるやつです。ですので、まあ、実際に破産の設定がなされたら、多くのケースで仮にギャンブル浪費があっても裁量面積になっているのが実態です。とはいえと、仮にその裁量面積などがなされたとしてもというところなんですが、今回のペロ君に関しては正直別に、まあ、これらがあるわけじゃないのかなと、まあ、高校生だという話のようなので、 ま真実わかんないですよでも、そういった報道もあるので、高校生でこれがあるとはちょっと考えにくいというところなので、まあこの方が高校卒業して面積申し立てをした場合には、面積服が自由にはならないでしょうと。ただし、面積になったとしても、債権として残り続けるものがある。面積にならない一部の債権。それが非面積債権って言われるやつです。これはチャラにしちゃダメっていう債権については、非面積債権になります。 その中に今回のスシローからの損害賠償が入るでしょうというのが SNS のコメントの本当の意味です。じゃあどういったものが非面積債権になるのか、まあチャラにならない債権になるのかというところですけれども、税金です。そういう意味では税金最強なんですよね。個人で破産したところで税金は残ります。ですので、税金バンバン溜まっていったとしても、それは分割して払っていくしかないですよねと。破産したところで意味がないということになります。で、次。 悪意で加えた不法行為の損害賠償再建です今回のスシローに対するこういったスシローテルのような行為はこの悪意で加えた不法行為になってしまう可能性があるかなと思います。でここでまあ大事なことは、まあ、この悪意というのは故意とは違うんです。 恋というのは、まあ、その、そういった結果が生じることが分かってわざとやるのは恋なんですけど、わざとやったというだけでは悪意に当たりません。積極的に相手を加害してやろうというのは、特に害意がある。相手をとっちめてやろうとか、相手に加害してやろうというような悪質なケースに限ってだけは不法行為の損害賠償請求については、チャラにしませんということになります。で、あともう一つ。恋、重過失。恋、もしくは重過失で、 加えた生命身体に対すする損害賠償ですつまり、わざと相手を怪我をさせたというところがあったりとか、どう考えても、例えばその窓から物を投げたら、下にいる人にぶつかる可能性がありますよというような場合とか、過失が大きいケースですね。それで、恋もしくは重過失で加えた、生命と身体。 に対する損害賠償請求については、これは非免責債権ということで免責されません。なので、今回のスシローの件については、まあ、社会的にはもう許されない行為を分かってやってるわけで、道徳的な非難の程度は強い、害意が強いと、反社会的な行為だというところで、この悪意で加えた不法行為の損害賠償ということで免責されないでしょうと思います。この二つについてみると、結構免責されないのでと思われるかもしれませんけれども、意外と盲点があります。 それは何かというと、不定の遺写料は、これには当たらない可能性が高いんです。例えば、夫婦で、相手がたまた妻側が他の男の人と不倫をしましたというような場合で、男性側が不定の遺写料請求をしましたと。言って、300万円の判決になりましたとしても、女性側が払えません。破産しますってなった場合に、いやそれが消えるかと言ったら、大体消えます。ですので、その、これはもう、 悪意というには、ちょっとそれは届かないでしょうと。確かに、恋の加害行為なんですよ。夫がいるのに、その他の男性と性的な関係を結んだら、わざと相手のことを加害してるでしょうということにはなるんですけれども、よっぽど夫をいじめてやろう、嫌がらせをしてやろうとか、そういったことさら夫を加害する目的のような、例外的なケースでなければ悪意にはならないと言われています。ですので、単なる不定行為だと、 損害賠償請求としては、この面積非面積再建になりませんと。しかも、故意重過失の生命、身体、いずれにも該当しません。この精神的な苦痛は身体には該当しないので。あとよく問題になるのは物損事故ですね。車が車にぶつかった、車だけ傷ついたっていう場合には、通常の交通事故の悪意じゃなくて、大体いい過失ですから、悪意で加えた方向意じゃない。それに、まだ故意重過失で、生命、身体に加えてあるんですね。物ですから。物なので、この二つには該当しないということになります。 そして、あともう一つよくあるのは、交通事故で相手を怪我させた、死亡をさせたというケース。最近問題になったのは池袋の、あの、交通事故の件ですね。まあ、危険運転の件ですけど、ああいった事故でも結局過失の事故であって、重過失までは行かないでしょうというような話であれば、免責されてしまう可能性があります。交通事故をわざと起こしているわけではない以上、悪意ではない。 そして通常の交通事故の部類であれば、重過室までは通称は認められません。ですので、交通事故での再建については、このいずれにも当たらないということで、交通事故で多額の損害賠償を食らいました、破産しますってなってしまったら、消えてしまう可能性が高い。それが実態です。 まあ他にも非面積債権としては、まあ、不関係ですね。婚姻費用、まあ、夫婦の間で同居してる間に、まあ、夫がお金くれないと。お金くれなかったからお金請求してたんだけど、夫が破産したという場合でも、その扶養のお金については払わなければダメ。婚姻費用もダメ。養育費も非面積債権です。あとは、まあ、給与ですね。個人が誰かが立っているような場合の給与については、非面積債権と定められています。あとは、まあ、国から課される罰金とかですね。 そういったものについてはたとえ借金全体負債全体についてあなたは今回は面積チャラにしますよと言ってもチャラになったと思ってもその債権だけは残るってことになるということなので今回ペロ君が何らかの自由で借金を負っちゃって今回だけで、ね、挟んだ面積だチャラだって言ったってスシローの件についてだけは残るそうなると挟む手続き進んだところで数千万の 債務は負ったままというのが今回のニュースの真意です。で、まあ、あともう他にも質問を受けたんですけど、今回撮影してる人いるじゃないですか。まずそれが父親なのかどうかというところは、なんかいろいろ問題になってますけど、撮影者の人とか、それを拡散した人とかもいますけれども、そういった人も共同不法行為ということで、ペロ君と一緒にスシローから訴えられる可能性があります。 結局のところも、こういった、まあ、テロ行為というのはやっちゃダメですよ。やっちゃダメですけど、舐めてるだけだったら、もしかしたらもう今までもやってる人がいたかもしれない。ですけども、今回の問題点は、舐めたということが拡散されたことになるわけです。拡散されたことによって、スシローのリスクは飛躍的に上がってる。そうなると、やったことが悪いのは当然だけれども、それを取って拡散した人も当然のことながら、スシローとの関係で言ったら、共同不法行為者。 お前のせいでこうなったんだというお前の一人に入りますよということになります。ですので、こういったバイトテロとかバカッター、バカスタグラムの関連については、拡散する人、あなた自身も 不法行為の責任を置くことになりますからねということは十分に知っておいていただけたらと思います。まあその一方でこういったことがありますということは、ツイッターなどで一般の人は許せないと言って拡散することについては、場合によっては不法行為じゃないかもしれませんけれども、やりようによってはこの拡散者の一人と見られる可能性もあるので、慎重にされた方がいいのかなと思います。ということで、まあ、このスシロテロの件についても、他にも質問がありましたらコメント欄に質問いただけたらと思いますと。今日はちょっと休日だったので、白の T シャツでちょっとなんか白、白で分かりづらくてすいません。あユニクロで T シャツ買ってきたらロンティ でした半袖だと思ったのにということでミスりましたということで今日はこれまでそれではまと。